イタセンパラは、コイカのタナゴ赤タナゴ族に分類される、淡水魚の一種。別名は、ビワタナゴ、日本固有種、淀川水系、富山平野、ノ美平野の3カ所に分布するが、それぞれ生息地は限定的で、個体数も減少しており、絶滅が危惧されている。日本海側を含むそれぞれ離れた地域に限局して、生息するという得意な分布状況は、 生物地理学的検知からも貴重である。DNA 解析とマイクロサテライト分析により、各地域個体群はそれぞれ固有の遺伝的蘇生を持つことが判明している。かつては、琵琶湖のないや、小倉池に多く生息したが、いずれも戦前までに絶滅した。1941年に干拓で消滅した小倉池の名残と考えられる、京都競馬場内の池が、 京都府により1999年に生態調査されたが本種は確認されなかった。ビワタナゴの別名は本種の模式産地であるビワコに由来する。しかし1936年以降ビワコ及びその周辺での確認例はなく現在生息する可能性はない。国立科学博物館や東京大学にはビワコ産個体の標本が保存されている。 秋の繁殖期、産卵管が新調したメス、愛知県。許可下の調査や成個体。群れて泳ぐ、板船パラ全長7から8センチメートル。最大で12センチメートル以上に達し、棚五類としては、比較的大型である。体型は著しく左右に扁平で、体抗比1.9から2.3と、体抗が高く、オスメス間の体格差は、あまりない。 背びれと尻びれは、おひれ付近にまで達し、分岐びれ上数は背びれ14から16、尻ひれ13から16でいずれも日本三棚五類、中最多。このため両ひれは、魚体とのバランス的に大きく見え、主相名ロンギピンニスの由来になったと考えられる。大型個体では、ひれ状がより長く伸びる。血魚器は、 背びれ中央部に、治魚斑と呼ばれる、楕円形の黒縁が入るが、成長に従い薄れて不明瞭となる。体色は褐色を帯びた、銀白色で、選ぶ多項部に、暗色小斑がある。体側の縦状はないか、極めて不明瞭。側線は完全で、側線有効鱗ろ数は35から37。禁煙種のゼニタナゴは、側線が不完全な点で区別される。 口ひげはない。咽頭波数1列5から5、脊椎骨数33から35。消化管は極めて細長く渦巻き状。染色体数は 2N イコール44。オスの混姻色は鮮やかで、エラ豚から背にかけて淡紫色に、体側前半部は淡紅色に染まり、腹部下端は黒くなる。背びれと尻びれは黒で縁取られ。 くっきりとした黒と白の点列が2から3本に現れる。小型の一彩魚では発色が淡い傾向があり、また地域個体群によっても発言容体差異が見られる。一方、メスは明らかな婚姻色を呈することはなく褐色味が抜けて、より明るめの銀白色となり、腹部が膨らむとともに淡灰色の産卵管を2から3センチメートルほど伸ばす。産卵管は、 最長時でも尻びれ交端をわずかに越す程度で、他のタナゴ類に比べ太く短い。本種の形態的特徴は、大陸原産の大タナゴに極めて類似している。例えば、大タナゴの種小妙、マクロプタースとは大きなヒレの胃で、本種の種小妙と由来が共通する。そのため1939年に、朝鮮総督府水産試験場の研究者である。 内田圭太郎により、本種は日本固有種ではなく大田名護の異名同士とする見解が示された。しかし後年の研究で、口ひげや縦状の有無、植生、繁殖期、卵形が異なることが判明したためこの見解は否定された。DNA 分析によれば、本種と大田名護の遺伝的距離はゼニ田名護より遠い。なお、稚魚は金平やバラタナゴにも似るが、 背びれの治魚犯によって判別される。板センパラの和名は、脳尾平野における地方名に由来し、板のように平たい体型で色鮮やかな腹部を持つ魚の胃である。脳尾平野のセンパラ、または、センパセンペラは、本種を含む、タナゴ類一般に対する根性で、ビタセンに見えることを由来とする説もある。原木祭由来のビはタナゴではなく一方言が、 標準和名となっていることについては、以前はともかく現在では、本種が生息しないと考えられる。美和湖にちなむ故障は、不適当であるためとされる。生息環境の一例河川の湾土や、黙り、地層、ため池といった、水流がないか、もしくは緩やかで、ヨシやガマなどが繁茂する浅瀬、およびそれにつながる水路に生息する。水中に、餌となる藻類が豊富で皆底に、 産卵床となる二枚貝類が生息することも必須条件である。流れが強く推進のある河川本流部は生息に適さないと考えられ、淀川では本流には全く生息せず過去の確認例もない。一方、河川本流や用水路などの外部水域と完全に遮断された停滞水域にガマや水槽類が密生するような状態も生息環境には適さず、 水質正常な湧水や伏流水と適度な海水域があり、河川の自然水位変動や溶水路、溜め池の人意管理に伴う環境の渇乱が発生する場所が適する。渇乱のない止水環境では、水素、河川時期における冬の渇水域に本川から一旦隔離され、翌春の増水で再び本川とつながる浅い水たまりといった一時的水域は、 特にコチギョの生育場所として重要である。コチギョは主に動物プランクトンを捕食するが、成長に従い藻類主体の植物植生へと変化していく。生魚はもっぱら付着藻類を餌とし、このため本種の腸は日本産タナゴ類としては最も長い。野生個体は配合飼料にはなかなかづかず、本種の飼育が困難とされる要因の一つである。 ただし、コチ魚から飼育された個体は、アユ用配合飼料を接触し、屋外の池で自然発生する藻類を餌として飼育された個体に、比べ接触量は少ないが成長は良い。繁殖期は、秋で9から11月に、石ガイドブガイササノハガイなど、石ガイかの淡水性2枚以外を産卵母貝として繁殖行動をとる。秋に産卵する、コイカ魚類は希少で、 タナゴ類では、本種とカネヒラゼニカナゴの3種が秋産卵型である。媒種による、先行性は、石貝い笹の葉ガイ小型のドブ貝その他の順で、産卵間が短いことから体価の低い石貝や笹の葉ガイを、より好み、体価が高いドブ貝では、小型の個体のみを選択する。オス同士は二枚貝をめぐり激しく縄張り争いをし、 確保した貝に産卵管を伸長させたメスを誘い込む。メスはしばらく貝から数センチメートル斜め髪型で倒立気味に静止して、泉管を注視し、水が出ているかどうかで貝の静止を確認すると、出水管へ産卵管を挿入しエラ用内に卵を産みつける。メスの産卵は0.2秒ほどの瞬間に行われる、ため目視での観察は難しい。 1>, 1個の母貝に対する産卵個数は30から40個、1個体の産卵回数は2から5回である。産卵終了直後、オスは貝の受水管へ接近しおひれ側を下げた姿勢で、縫製するが、産卵開始前から盛んに縫製を行うオスも頻繁に見られる。複数のオス同士による逃走中メスは貝に近づけないが、オスたちが貝から離れた隙に散乱してしまうこともあり、 その場合は核、オスが一斉に縫製する。精子は受水管から吸い込まれ、卵は解体外で受精する。卵は約3 4 1 3トルの細長い米粒形をしており、不透明な黄色で弱い粘着力を持つ。17摂氏25度の水温では受精から90時間ほどで孵化するが死魚はそのまま母外内にとどまり、ほどなく発生を ほぼ停止して、前期死魚のまま越冬する。越冬時の死魚は日上がりに耐性を持ち、水がほとんどなくなってしまうような場所でも泥中に、潜った母害が無事ならば生存可能である。本州の人工繁殖研究の結果、死魚の成長には、秋と春の水温変動が必須条件であり、摂氏5度程度の低水温期を経過しないと発生が、再開しないことが判明している。 翌年3月頃、水温が10摂氏15度に上昇すると発生を再開し、卵黄の栄養分を吸収しつつ成長する。半年以上という長期間を母外内で過ごした後、氷層水温が摂氏20度を超える5から6月に、後期死魚が母外から浮き出する。この時点での全長は7から8ミリメートルで、白ヒレタビラや大陸バラタナゴなどとともに、 岸辺の表層で群れを形成する。淀川下流の湾戸では、個体数が多かった1980年代前半、五郎には本種だけで数百匹から数千匹になる巨大な群れも観察されたという。ヒレが未発達なため遊泳力は高くないが、目は大きく発達しており、ワムシやミジンコなどの動物プランクトンを捕食する。コチギョキの魚体は、 体高が非常に低く前後に細長いが、成長とともに体高は高くなっていく。全長2から2.5センチメートルほどの幼魚に成長すると体高がまだ低いことを除いて、制魚とほぼ同様の形態的特徴を備え、沖合の低層に移動して総類食に移行する。初夏になると最も活発に設置して急速に成長し、 秋口には5から6センチメートルの大きさとなりを示す、共に成熟する。接触活動は、次第に鈍化し繁殖期にはほぼ停止して、繁殖行動に専念するようになる。寿命は、おおむね1から2年で、繁殖を終えた冬に停止する個体が多く、越冬した制御も2年目の繁殖後にはほぼ死滅する。1950から60年代にかけ、 生息地となる河川の湾土や溜まり、岸辺の湿地帯、溜池などの多くが河川改修や補助整備といった高度経済成長期の開発によって消滅した。都市化に伴う生活、工業排水による水質汚濁や河川用水路への農薬流出といった要因も重なり、産卵床となる二枚貝類は減少あるいは絶滅し、 本種が生息可能な水域は著しく狭められ、個体数が激減した。富山平野では、主要な生息地であった北条図型が、富山振興として開発され海水が流入し、周辺水路も古岸化されたため、1958年を最後に生息確認例が解無となった。淀川では、水質オタクが著しく1960年代諸島を、 最後に生息が確認されなくなった。このため1960年代後半になると、富山平野と淀川からは絶滅したものと考えられるようになった。農林平野では、基礎川水系下流域の一部で生息確認が得られていたものの、やはり生息域、個体数とも減少が続いた。九百五十年頃には、大垣市付近の水路やため池に多数生息していたが、 大陸バラタナゴ増殖の影響を受け次第に姿を消していった。生息確認例が途大へ絶滅したとも見られていた、ヨド川であるが、1971年3月、比較的良好な自然環境が残る、城北ワンド群の城北公園裏ワンドで、市岡高校生物部の生徒たちによって、再発見された。その後の調査により、ヨド川砂岩のワンド23カ所で生息が、 確認されたが、水質が悪い右岸のワンドでは確認されなかった。この再発見を契機として、次第に保護の機運が高まり、関東平野の宮古棚子と共に1974年6月、日本の文部大臣により、文化財保護法に基づき国の天然記念物に指定された。淀川のワンド群は、最大の生息地とされ、詳細な調査研究の対象となり、 生態の解明が進んだ。また行政と保護団体が連携し、環境保全活動や人工ワンド建設などの保護、増殖策も実施されることとなった。こうした保護活動は、淀川では一旦走行し、母害が移植されたウガンのワンドでも生息が確認されるようになった。個体数も増加し、 この年代における城北湾ド群のコチ魚総数は数万から数十万匹であったと推計される。1989年、富山県氷見市の万美川で近畿大の学生4人がオス1匹を発見し、翌1990年に大阪教育大でその個体が板センパラと同定され、同川に生息することが確認された。富山県における生息確認はおよそ30年ぶりの、 ことであった。発見後直ちに実施された調査の結果、氷見市では万尾川から十二町方、隣接する富津星寺川に生息することが判明した。1996年には、愛知県日清市の天白川水系で発見され、過去に本種の確認例がない同水系で、初めて生息が確認された。漁師の個体群はもともと生息していたのではなく、 ヨド川水系、または木曽川水系からの人為的移植によるものとする推測もあったが、本種は天然記念物に種として指定されているため、いずれも来歴に関わらず、即座に行政による保護対象となった。氷見市の個体群は1995年にアイソザイム分析で在来系統であることがほぼ判明し、その後 DNA 解析によって、 固有の遺伝的蘇生を有することが裏付けられた。一方、日清市の個体群が在来のものかどうかは未検証であるが、富山大と氷見市教委により DNA 解析が進められている。国の天然記念物として保護を受けるようになり、淀川ではワンドに生息する魚種の第4位を占めるまでに個体数が増加するなどの成果も見られた。 しかし年代が進むにつれ、ブラックバス、ブルーギルの食害や大陸バラタナゴとの競合といった外来魚の圧迫が増大し、加えて人間による観賞魚としての飼育や売買を目的とする密漁も横行したため、個体数は年々減少し、生息地も縮小していった。淀川では1983年に完成した淀川大関の影響で、 平時水位が5 0トル上昇して2枚貝類の繁殖に重要な水深3 0トル以下の浅瀬が1、4に減少し、また水変動がなくなり氾濫源がダム湖のように淡水域と化したため、さらに生息が圧迫された。人口温度や保護地でも環境の拡乱が不足して、次第に水底の状態が悪化し、 当初定着していた2枚以外が死滅するなどして生息不能な状態となっていった。氷見市では1993年に万尾川改修工事が実施され、それに伴い12町方では水が抜かれて魚類生息不可能な状態となった。半年後に12町方の水位は降雨により回復したが万尾川からは遮断され12町方水橋公園として、 整備されたため生息地として再生する見込みはなくなった。フッツ製寺川からも姿を消しており、生息地は万尾川ただ一箇所を残すのみとなった。1995年、本市は環境庁により種の保存法に基づき国内気象野生動植物種に指定され、翌1996年には関係4省庁が行動で、板船パラ保護増殖事業計画を策定。 行政主導の保護活動が本格化した。絶滅危惧 ILE。淀川水系国交省近畿地方整備局、淀川河川事務所が1994年から毎年実施している生息調査では2005年を最後に4年連続で稚魚が1匹も確認されなくなった。この危機的状況を受け同事務所は淀川大関の捜査によって 自然に近い水位変動を人為的に発生させて、ワンドの環境改善を図るとともに、2017年を目処に、ワンドの倍増を目指す計画案を策定した。また、同事務所と大阪府水生生物センターは2009年秋、現状の淀川における生息環境適正の把握を狙いとして、以前に淀川で捕獲して、人工繁殖させたイタセンパラ500匹の再放流を、 実施した。場所などの詳細は非公開とされたが、2010年度の調査では5年ぶりに事業133匹を確認したと公表、放流個体が繁殖したものと推定されている。しかし、大阪市の経費削減策により2012年に大阪市水道記念館が休館し、ここで飼育しているイタセンパラについても飼育は継続しないこととなり、 2015年7月末までに繁殖事業が中止されることになった。2018年5月に最後の一匹が死に市の飼育が終了したため市は文化庁に天然記念物滅出届出書を提出した。一方、2019年にヨドガ川事務所と大阪府立環境農林水産総合研究所が共同で行った調査によると 上北湾土群で1万1677匹の稚魚が確認され、放流した500匹は、淀川に定着したことが確認された。富山平野1998年に、富津ツ星寺川で再発見され、生息地は万美川と合わせて2カ所となっており、調査では、毎年多数の稚魚が確認されている。ただし、富津星寺川では二千一年から、万尾川では二千四年から、 本種生息地で大口バスが確認されており、捕食による個体数減少が懸念される。2008年12月、大口バスに捕食されていることが胃の内容物の DNA 解析で裏付けられたと報道された。なお、伊水市、高岡市、富山市など旧来の生息地では最後の確認例から50年以上が経過しており、再発見される可能性はほぼなくなった。 農美平や木曽川水系での保護活動は走行せず、1994年の木曽川を最後に確認例がない状態が長く続いた。2007年に基礎山線の一つで、ようやく生息が確認されまだ絶滅していないことは判明したものの、密漁者が警察に逮捕される事件も発生しており、地域住民と連携した保護活動の必要性が指摘されている。一方、 日清市では2003年5月に事業2匹が確認されたのが最後で、すでに絶滅した可能性が高いとみられる。18匹が壁南海浜水族館で人工繁殖を試みられたが、一時的に約150匹まで増殖するも、その後すべて死んでしまった。同市では絶滅が確定したわけではないので経過観察は当面継続するとしているが、生き残っている。 可能性は薄いと考えられるため天然記念物の現状変更許可は継続申請がなされず2008年8月までで期限が切れ2009年2月には死主祭の保護会議も解散した本種は天然記念物並びに国内気象野生動植物種として無許可の採保や使用、譲渡等は原則として禁じられる個体数調査は これは制御を対象にすると池の干し上げや投げ網での捕獲といった大掛かりな手段によらざるを得ず、巨体を傷つけ推定環境や調査対象外の生物にも影響を及ぼし、また上記の通り国の許可が必要となるためである。残存する各生息地では、行政や民間の保護団体により、石灰類の違い放流による繁殖支援や外来局所、 密漁防止、保護地の造成管理といった保護活動がなされている。現状の啓発や研究発表を目的としたシンポジウムも開催され、生息地間の情報交換も行われる。本種は、棚子類の中でも人に慣れにくく、外傷や病気にも弱いため飼育しにくいことに加え、秋産卵型であるため母外の長期飼育が必要となる人工繁殖は困難であった。 しかし現在では、成功例が増加しており、大阪府水生生物センターや琵琶湖博物館などで、淀川水系の個体群が、境内飼育されるほか、氷見市では2007年から小学校児童による飼育の取り組みも行われている。また、生子を液体窒素で、凍結保存する技術も開発されており、系統保存の観点では一定の目処が立っている。 少数の制御に由来するがゆえに起こる創始者効果、近親交配の進行による遺伝的多様性の喪失を防ぐため、氷見市では保存地内の集団に毎年野生個体を導入して管理している。2010年、氷見市の飼育繁殖集団は野生集団とほぼ同等の遺伝的多様性が確保されていることがマイクロサテライト分析により明らかになった。 淀川水系の系統保存個体群を含め、野生集団の保全並びに野生復帰に向けた再導入を適切に行うために遺伝的多様性を維持した飼育繁殖方法を確立していくことが必要であると指摘された。一方、戦術のとおり、淀川水系では淀川大関操作の効果を疑問視し抜本的な環境改善策が必要であるとする見解が、 研究者から出されており、また上北湾土軍など下流域における見通しは、現状では絶望的であり、今後は大関の影響が少ない木津川など中流域での保護に注力すべきとする意見もある。ありがとうございます。